先週は金曜日和田さんの企画、今週金曜日自分たちで、13日の金曜日みたいなシリーズ化になるんじゃねえかなってちょっと期待します。あと今日レッドイットワールドミキさん、それからギロチンテルメイファスナー、本当皆さんあと金曜日なのに集まってもらったら本当ありがとうございます。それからこうやって貸してくれる本当ピットバーの皆さんに本当ありがとうございます。こうやってライブができると本当ありがたいと思うんで、社長に本当どういうあれがちょっと分からない、ちょっと怖くて、ね、それから今日うちの企画で、まあ、うちのギターが、まあ、誕生日ということで、まあ、お酒が飲めないんでね、車だし、あとであのリフトアップしてもらって、まあ、天井になんか思い出をあのギターとか傷つけると本当多分怒るんで、てめえの身は削るってさっき言ってたんで、いや本当皆さんありがとう。あと東海大菅生がね甲子園出れて本当にありがたいなと思う。自分も3年生の秋の大会で東海大菅生とやりまして、18対0のギリギリの僅差で5回コールド、俺はセカンドで1回の表ノーアウト満塁、4番の打ったセカンドゴロを飛んでる、そっから始まったぜよ。まあ、そういうことで本当に高校野球みたいに一生懸命やって、こうやってあれなんか真面目な話するとあれかな、一生懸命練習してこうやって見せられる場があることに本当感謝しますんで、本当に皆さん負けはねえからね、愛は団結ってことでやっていきたいと思います。今日は本当にありがとうございます。
歌えねえし。多く多く。ってことで本当みんな金曜日ありがとうございます。最後まであの酒飲んで楽しく、金曜日を迎えて、明日休みの人も仕事の人もね、張り切っていこうじゃないか。で、笑ってんな。知ってる顔だ。知ってる顔だ本当にお前。Thank you.